The Olmec colossal heads are at least 17 monumental stone representations of human heads sculpted from large basalt boulders. The heads date from at least before 900 BC and are a distinctive feature of the Olmec civilization of ancient Mesoamerica. マヤ・アステカ文明の中でも特異な文明を築いたオルメカ文明、そのオルメカ文明の中心地であるオルメカピラミッド周辺からは奇妙な石造物が見つかっています。その顔立ちは明らかにネグロイド系、つまりアフリカ人です。なぜこんなところにアフリカ人の顔をしたネグロイドがいるのでしょうか。その答えは南アフリカのフェルヌクパンにラインを引いてみればわかります。Hiroshi Hayashi, Hamamatsu, Japan。今ご覧いただいているのがオルメカピラミッドの周辺で見つかっているオルメカヘッドと呼ばれている像です。この像の顔立ちは左のマヤ・アステカ人の顔立ちと明らかに違います。でアフリカーナ、つまりネグロイド系の人々と顔を比較しています。右がネグロイド系の人々です。明らかに顔立ちはネグロイド系の顔立ちということになります。ではなぜこんなところにアフリカのネグロイド系の人々の顔をした石造物があるのか。その答えは林博のフェルヌークパン理論に従ってフェルヌクパンにラインを引いてみればわかります。南アフリカのフェルヌクパンです。左上から右下に引いてきたラインが、これがオルメカピラミッドの中心点から引いてきたラインです。そのラインはフェルヌクパンの滑走路と寸分狂いもなく重なります。注意深くご覧ください。この黄色いラインがオルメカピラミッドから引いてきたラインです。フェルヌクパンの滑走路は数本あるいは数十本のラインが重なって一つの方向を示しています。ナスカラインとはラインの引き方が違うということですね。それはともかくもこの黄色いラインはオルメカピラミッドから引いてきたラインです。もう一度やってみますから注意深くご覧ください。つまりこのような滑走路がフェルヌクパンにあるということは、フェルヌクパンは何らかの形でオルメカ文明と深くつながっていたということを示しています。オルメカピラミッドも古代エイリアンたちの人間奴隷キャンプであったということになります。According to the ancient Indian Vedic text, Sanskrit is right as follows. In the Rig Veda, another part of the Vedic text Sanskrit, the spaceships are described as Vimanas. The Sumerian Iraq tablet, 6,000 years old, tells the strangest story of a race, Anunnaki, that came from out of space to Earth to mine the planet by a lower group of people of this alien race. I personally think gold and diamonds. シュメール人、つまりイラクの石板には6000年前のものだがアヌンナキという奇妙な種族の物語が書かれている。アヌンナキはエイリアンの中でも地位の低い種族とともにこの惑星、つまり地球に外惑星からやってきたとされる。私は個人的には金とダイヤモンドだと思っている。この低い地位の種族はイギギと呼ばれ、過酷な労働のため反乱を起こし再興をやめてしまった。アヌ王の2番目の息子のエンリルは軍の将校だったのだが、すべてのイギギを殺すことを決定した。アヌ王の長男の延期はその代わり奴隷種族を作った。彼らの DNA を操作し、地球で最も原始的で便利な種族を作った。イギギはその時、神と呼ばれるリーダーのための監視役の仕事をしていた。後にシュメールの物語の中には、神々同士の核戦争についての物語がある。そしてそれは自然災害をもたらし、半分の文明が海の中へと消えた。多分そういったことが与那国島のような古代遺跡を残すことにつながったのではないか。Hiroshi Hayashi、Hamamatsu Japan。まさに壮大な人間史ということになります。で、私がまず最初にそれを疑うきっかけとなったのがオルメカ文明です。オルメカというのは紀元前1200年頃から紀元前後にかけ、全古典期のメソアメリカで栄えた文化文明ということになります。アメリカ大陸でも最も初期に生まれた文明であり、その後のメソアメリカ文明の母体となったことから、オルメカのことを母なる文明と呼んでいます。今皆さんにご覧いただいているのがオルメカ文明ですけども、この彫刻などに表現されているオルメカ人は、どこからどう見てもですね、つまり北アメリカ人種あるいは南アメリカ人種とは顔が違うということです。で、これについてはですね、私以前にですね、オルメカ人の起源はアフリカ大陸のアフリカーナではないかと言われてきました。で、私なりにこうして検証してみるとですね、オルメカ人というのはアフリカ人であるという結論を下しました。と同時に皆さんにもですね、この両者を比べていただき、オルメカ人というのがアフリカ人ではないかということを感じ取っていただければ嬉しいです。今ここにご覧いただいているのがオルメカ遺跡ということになります。こうした彫像といいますかですね、彫刻が作られているということです。簡単に考えればですね、アフリカ大陸のアフリカーナがですね、何らかの形で大西洋を越えて、北アメリカにやってきたということになりますが、しかしどうも納得がいきませんでした。で、そのオルメカ人の彫刻に表現されている顔とアフリカーナの人たちの顔を比較していただきます。右がアフリカーナの人たちです。左がオルメカ人ですよね、要するに。で、この両者は大変よく似ているということです。この類似性、つまりよく似ているという点をですね、ただ単なる偶然とはもちろん言えませんが、アフリカ人が北アメリカへやってきたと考えるのも、これまた無理があるということになるのではないでしょうか。つまりもっと大きな力、つまり民族移動をですね、外圧的に成し遂げるような力というものがあったのではないかと考えるようになったわけです。つまり私自身がですね、壮大な人間史をですね、考えるようになったきっかけがこのオルメカ人ということになります。左がオルメカ、そして右がアフリカーナです。が、これら双方の民族が相互に行き来していたと考えると、謎でも何でもなくなるというわけです。つまりそこに壮大な人間史があるというわけですが、なぜアフリカなのかということですけども、アフリカにはあのフェルヌクパンがあります。このフェルヌクパンが、私林博はアフリカにおける最高の拠点ではなかったかと考えるようになりました。今ご覧いただいているのが現在の南アフリカのフェルヌクパンです。で、オルメカからラインを引きますと、そのフェルヌクパンにはオルメカラインが存在します。つまり、このラインは正確に北アメリカのオルメカを示しているということになります。もう一度ラインを引いてみます。ここでもナスカ理論と同じようなライン理論が成り立つということです。このラインは正確にオルメカを示しています。つまりオルメカとアフリカはこのフェルヌクパンを通してつながっているということになります。調べてみるとですね、フェルヌクパン周辺は現在の今でも金、ダイヤモンドなどの、豊富な鉱山に囲まれていることが分かりました。その様子を示しているのがこの図ということになります。金、ダイヤモンドですね。それがこの辺りからたくさん採掘されているということです。こうしてナスカ理論と同じようにフェルヌクパン理論をですね、当てはめて考えてみるとですね、北アメリカのオルメカとアフリカは深くつながっているということが分かります。一連の動画を通してイギギの謎について考えてみたいと思います。イギギはつまりは人間史において人間の指導者であったと私、林博は考えています。Who created Cahuachi in Nazca? Cahuachi is a labor camp theory by Hiroshi Hayashi, Hamamatsu, Japan.Wikipedia English write about Cahuachi as follows. Cahuachi in Peru was a major ceremonial center of the Nazca culture based from 1 AD to about 500 AD in the coastal area of the central Andes. It overlooked some of the Nazca lines.The Italian archaeologist Giuseppe Orefici has been excavating at the site for the past few decades. The site contains over 40 mounds topped with adobe structures. The huge architectural complex covers 0.6 square miles.The American archaeologist Helene Silverman has also conducted long-term multi-stage research and written about the full context of Nazca society at Cahuachi, published in a legacy study in 1993. The past several years' long-time researcher,Omar Faiji has conducted in-depth study of the Nazca lines with startling conclusions to his study. Scholars once thought the site was the capital of the Nazca state, but have determined that the permanent population was quite small. They believe thatIt was a pilgrimage center whose population increased greatly in relation to major ceremonial events. New research has suggested that 40 of the mounds were natural hills modified to appear as artificial constructions. Support for the pilgrimage theory comes from archaeological evidence of sparse population at Cahuachi, the spatial patterning of the site, and ethnographic evidence from the Virgin of Yauca pilgrimage in the nearby Ica Valley. Hiroshi Hayashi's line theory is a theory that proves that they were created artificially, not by nature effect, by proving that it is impossible that they were created by nature. Here is an example of a line that connects Easter Island, Moorea Island, Tahiti, Pohnpei Island, Guam Island, Lumbini, where they say Buddha was born and raised up, Mohenjo Daro, and Mecca Kaaba. These places are on the same straight line, and you may say that it is just a coincidence that they are on the same straight line. But how many times can you say that it's just a coincidence before you realize it is not? I just wonder. 一本の直線が作る不思議な位置関係を、それをさまざまな方向から検証し、それが偶然ではありえないことを証明しながら、つまり自然によってできたものでないことを証明しながら、それらの位置が偶然にではなく意図的に配置されたことを証明していくのが林弘のライン理論ということになります。今ご覧いただいているのは、イースター島から始まり、西回りにタヒチのモーリア島、ポンペイ島、ガム島、そしてブッダが生まれ育ったと言われているルンビニ、そしてモヘンジョダロ、最後にメッカ・カーバラインということになります。これらの場所は偶然ではありえないという確率で一直線に並んでいます。つまり私、林弘はこれらの地点は意図的に配置された地点であると判断しています。わかりやすく言えば、偶然ではありえないということを証明しながら、偶然ではないと証明していくのが私、林弘のライン理論ということになります。続く動画をどうかご覧になってください。 Bye for now. Here in this video, I, Hiroshi Hayashi, would like to show you with evidence that Cahuachi Mounds in Nazca Plateau is a slave camp for aliens. This fact indicates that Nazca Plateau, which can be overlooked from the mounds, has a close relation with this theory of mine. ナスカ高原から南に約14キロのところに、ちょうどナスカ高原のラインを見下ろせる位置に乾き遺跡があります。縦横 1.5 キロの広大な遺跡です。この遺跡がナスカとそのラインの謎を解く重要な鍵となりました。乾き遺跡はまさしく奴隷キャンプでした。当然、何らかの形で、ナスカ高原のラインもそれに関係していたものと考えられます。それをこの動画の中で証拠を添えて皆さんに証明します。Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan。まず皆さんにカワキ遺跡の位置を確認していただきたいと思います。ナスカ高原です。ここにグランドクロスがあります。縦のラインの長さが10キロ近くあります。その交点から約14キロのところにカワキ遺跡があります。このカワキ遺跡からはナスカ高原のラインを見下ろすことができます。ここがカワキ遺跡です。で、そのカワキ遺跡へ皆さんを案内します。こうした遺跡が見つかったわけですね。で、これは何かということですけども、もう少し後に説明します。こうした遺跡が見つかりました。縦横 1.5 キロの広大な遺跡ということになります。が、作り方がどうも奇妙なんですね。それについてもこれからおいおい説明していきたいと思います。これがカワキ遺跡です。現在発掘中ということになっています。ウィキペディア英語版をそのまま翻訳して紹介します。ペルーのカワキ遺跡はナスカ文化の儀式センターである。中央アンデスの海岸地域にあり、1年から500年頃のものである。そこからはナスカラインが見渡せる。イタリアの考古学者のG・オレフェチがその場所を何十年にもわたって発掘している。レンガ作りの40以上ものマウンドでできている巨大な建造物で、広さは 1.5 キロ四方にまたがっている。アメリカの考古学者のヘレン・シルバーマンは長期の多方面の研究を重ね、1993年にカワキにおけるナスカ社会の詳細かつ長大な本を書き出版している。過去何年かにわたり、オマール・ファイジ研究者はナスカラインについて深い研究を重ね、彼の研究について驚くべき結論を引き出している。つまり、その研究者によれば、その場所はナスカの首都であるが、その地域の永住者は極めて少数であったという。研究者たちによれば、そこは巡礼地であり、何か儀式があった時には人口が大変増えたということである。新しい研究によれば、マウンドといっても自然の山あるいは丘であり、その上に人工的な建造物が建てられたということが分かっている。巡礼地説は、カワキの人口が少なかったということ、空間的に広がりのある構造になっているということ、それにインカ渓谷のヤウカ巡礼との関係など、考古学的な証拠に基づくものである。考古学者の先生たちの証拠による証明によると、このカワキ遺跡は宗教的な目的を持った巡礼地であったというのですが、本当にそうでしょうか。もう一度読み直してみます。永住者は極めて少数であったということ。巡礼地であったということ。つまり、居住する場所ではなくて、人が常に出入りしていたということを意味します。ですから、何か宗教的な儀式があった時だけ人口が急に増えたということになっています。が、その次の文を注意深く読んでください。見てもお分かりのように、大変広々としてですね、空間的な広がりのある作りになっています。で、このこととですね、インカの土着的な巡礼習慣と重ね合わせて、これは巡礼地であったというわけです。考古学的な証拠に基づくものであると書いてあるところが恐ろしいですね。が、これらの事実を総合しますと、私、林博は奴隷キャンプであると判断しました。これからその証拠を順に皆さんにご覧いただきます。話を先に進める前に、乾き遺跡の中心地を求めました。航空写真ですね。そして右下が地上ビューということになります。で、その中心地を求めてみます。右下の赤い四角で囲った部分が同じ場所と判断しました。注意深くご覧ください。ここを起点にして順に場所を探っていきます。線で繋いでみました。縦横 1.5 キロありますから、点で取るのが大変難しいわけです。またこの場合、点で取るのが大変重要な意味を持ちます。つまりこのあたりがですね、どうやら中心地であることが分かりました。今、赤い丸で囲んだところが中心地、あるいは中心点ということになります。この中心点から南アフリカのフェルヌクパンにラインを引いてみます。なぜフェルヌクパンかということについては、この後に説明します。ともかくも、この点から南アフリカのフェルヌクパンにラインを引いてみます。この黄色い線、左側がナスカの乾き遺跡です。そして右の方がですね、南アフリカのフェルヌクパンということになります。で、地上へ降りてみます。南アフリカのフェルヌクパンです。このフェルヌクパンには正確に乾き遺跡を示すラインがあります。注深くご覧ください。このラインですね。この黄色いラインはナスカの乾き遺跡から引いてきたものです。その線はこの横線とですね、ぴったりと寸分の狂いもなく重なります。注意深くご覧ください。つまりこのフェルヌクパンのこのラインは、ナスカの乾き遺跡を示していることになります。もう一度やってみますから、皆さん自身で確認してください。ここが今日の重要なポイントの一つということになります。もう一度ラインを見てください。この黄色いラインは、ナスカの乾き遺跡から引いてきたものです。そしてそのラインは、フェルヌクパンのこの横線と寸分の狂いもなく重なります。確認していただけましたね。つまりこのラインは、乾き遺跡の方向を正確に示しているということになります。緯度経度はここに示しておきます。皆さん自身で確認してください。では、なぜ南アフリカのフェルヌークパンなのか、それについてはこの動画をじっくりとご覧ください。Machu Picchu is an ancient slave camp to South Africa. In this video, I, Hiroshi Hayashi, would like to prove that Machu Picchu, now in present-day Peru, was a slave camp to Fenuk Pan in present-day South Africa on my Hiroshi Hayashi's line theory. human slaves were gathered once at Machu Picchu and then sent to South Africa as slaves to mine mineral resources for Anu and his Anunnaki. Zecharia Sitchin wrote in his book as follows. Based on the Cosmic Code, the sixth book of the Earth Chronicles by Zecharia Sitchin, Event Before the Deluge. 450,000 years ago on Nibiru, a distant member of our solar system, life faces slow extinction as the planet's atmosphere re-rose. Deposed by Anu, the ruler Alalu escapes in a spaceship and finds refuge on Earth. He discovers that Earth has gold that can be used to protect Nibiru's atmosphere. 445,000. Led by Enki, a son of Anu, the Anunnaki land on Earth established Eridu, Earth Station the First, for extracting gold from the waters of the Persian Gulf. 430,000. Earth's climate mellows. More Anunnaki arrive on Earth, among them Enki's half-sister, Nifursag, Chief Medical Officer, was. 416,000. As gold production falters, Anu arrives on Earth with Enlil, the heir apparent. It is decided to obtain the vital gold by mining it in southern Africa. Drawing lots, Enlil wins command of Earth's mission. Enki is relegated to Africa. On departing Earth, Anu is challenged by Alalu's grandson. 400,000. 7 functional settlements in southern Mesopotamia include a spaceport, Sippar, Mission Control Center, Nippur, a metallurgical center, Shulpak. The ores arrive by ships from Africa. The refined metal is sent aloft to orbiters manned by Igigi, then transferred to spaceships, arriving periodically from Nibiru. マチュピッチュは古代の奴隷キャンプでした。人間奴隷たちは一度マチュピッチュに集められ、アヌ王とアヌンナキのために鉱物資源を採掘するための奴隷として、その後南アフリカへと送られていきました。現在の南アフリカのフェルクパンがその場所ということになります。今、皆さんにご覧いただいているのが、ゼカラシッチンが表した地球年代記6番目の書の1ページです。ここにこのような地図が紹介されています。中心にあるのがニプール、つまり宇宙指令センターということになります。そして左上にあるのがシパール、つまり宇宙空港ということになります。で、皆さんをペルーのマチュピッチュに案内します。標高2400メートル前後のところにあると言われています。ここがそのマチュピッチュです。で、このマチュピッチュの村をですね、見てわかることは、普通の村ではないということですね。部屋だけがザザザッと並んでいる。つまり、収容所作りの村であるということです。そして、周りは断崖絶壁であり、人が住める、あるいは住むような環境にはないということですね。にもかかわらず、このような石組みがなされているということです。こうした石はですね、山のふもとから運ばれたと言われています。で、こうした石を使ってですね、加工し、そしてこうした村が作られたということになっています。で、その石材加工の技術もですね、人間でもできなくはないかもしれませんけども、人間の技術を超えているというふうに考えられています。で、このマチュピッチュは何のために、誰が、何のためにどうして作ったかということになります。考えれば考えるほど謎めいていますけども、このマチュピッチュは人間奴隷のキャンプであったと私、林博は判断しています。これから順にその証拠を皆さんにお見せいたします。マチュピッチュの位置について簡単に説明しておきます。中心がマチュピッチュです。このマチュピッチュから北へ 00.00 度で線を引きます。北極へ向かいます。続いてマチュピッチュからナスカのグランドクロスの中心点に線を引きます。この線がその線です。そしてマチュピッチュから南アフリカのフェルクパンのグレートトライアングルの頂点に線を引きます。そしてその間の角度を測りますと、120、120、120という数字が出てきます。特にフェルクパンへの線はですね、120.02 であるところに注意してください。この黄色い線、左がマチュピッチュ、右がフェルンクパンということになります。そのフェルンクパンへ皆さんを案内します。そのフェルンクパンには、私、林博がグレートトライアングルと呼んでいる巨大な三角形があります。この左の黄色い線は、マチュピッチュから引いてきた線です。やや左下にあるのがグレートトライアングルです。その頂点。そしてその三角形のやや下あたりが南緯 30.000000 です。正確に 30.0000 ですね。そういう位置関係にあるということです。今度はラインに注意してください。左上の黄色いラインはマチュピッチュから引いてきたラインです。このラインはフェヌクパンのライン滑走路と正確に重なります。ここが今日のポイントになりますから、注意深くご覧ください。この黄色いラインはマチュピッチュから引いてきたラインです。なわち、このフェルクパンのライン滑走路は正確にマチュピッチュの方向を示しているということになります。拡大してもう一度皆さんに見ていただきます。この左上の黄色いラインはマチュピッチュから引いてきたラインです。そして、このライン滑走路と正確に重なります。これは農夫が工作のために作ったラインではありません。またこのように正確に作ることは不可能です。幅が200メートル前後あります。こういうラインなんですね。つまりこのライン滑走路はマチュピッチュを示しているということになります。話を先に進める前に、ゼカリア・シッチンの表した地球年代記6番目の書についてもう少し考えてみたいと思います。これが地球年代記6番目の書です。日本語にも翻訳されています。この本の中には何枚かの地図が紹介されています。が、特に重要なのはこの地図かと思われます。円の中心にあるのがニプール。ゼカリア・シッチンが言うところの宇宙指令センターということになります。そして左上にあるのがシパールです。6という数字の場所です。シパールです。古代エイリアンたちはこのシパールを起点に地球各地及び宇宙へと飛び立っていったものと思われます。そして右下にあるのがエリドゥです。エリドゥです。延期、つまりプロメテウスの君臨した都市国家ということになります。プロメテウスはここで最初の人間を創造します。アタパーを創造します。それがアダムということになります。つまり、エリドゥイコールエデンということになります。ベートーベンが大工交響曲の中で歌い上げたエリジウムというのは、このエリドゥということになります。まあ、こういう位置関係にあるということですね。ここが今日の重要なポイントとなりますので、もう一度確認しておいてください。中心にあるのがニプール、つまり宇宙指令センターです。そして左上にあるのがシパール、つまり宇宙空港ということになります。ここを起点にしてエイリアンたちは地球各地及び宇宙へと飛び立っていきました。それがシパールです。で、ゼカリア・シッチンは次のように書いています。金の生産が落ちてきたとき、アヌがエンリルとともに地球に到着した。彼らは南アフリカで鉱脈を掘り、金を積極的に入手することを決定した。エンリルは地球隊の司令官となった。エンキはアフリカへと追いやられた。と。そのシパールから南アフリカのフェヌパンへ線を引いてみます。で、皆さんをシパールへ案内します。ここがシパールです。現在はこのような廃墟になっています。ここがシパールです。ほとんど廃墟でこのようなアーティファクトがいくつか見つかっている程度に過ぎません。これらは皆シリンダーシールと思われます。円筒印象ですね。そのシパールからフェヌパンへ線を引きます。左下のこの黄色い線がその線です。この線は、エチオピアのラリベラの近くを通って、そしてフェヌクパンへとやってきます。上がシパール。宇宙空港のシパールです。左下がフェヌクパンです。この黄色い線に注意してください。この黄色い線は、フェヌクパンの先ほど私がウレートトライアングルといったトライアングルの向かって左側の辺と重なります。注意深くご覧ください。この点の難易は 30.0000.00 です。この黄色い線が今、シパールから引いてきた線です。注意深くご覧ください。この辺と重なります。つまりこの向かって左側の辺は正確にシパールの方向を示しているということになります。もう一度やってみます。この線に注意してください。この黄色い線、つまりシパールから引いてきた線は、このグレートトライアングルに向かって左側の辺と正確に重なります。つまりこの辺はシパールの方向を示しているということになります。少し話が分け道にそれます。ゼカリア・シッチンの表した地球年代記6番目の書の中に大変興味深い挿絵が載っています。この赤い枠で囲ったのがその挿絵です。この中央に十の字が描かれています。これはニビルを表すシンボルマークだそうです。で、この十の字に注意してください。ニビルを表すシンボルマークというわけです。で、このシンボルマークがですね、まあ、あちこちに描かれているということですね。まあ、普通十字形と言いますと、十字架イコール、まあ、キリスト教イコール十字架ということになりますけども、まあ、何もキリスト教に限った話ではなくて、それ以前、はるか昔にもうすでにこの十字形のシンボルマークはあったということになります。これがニビルを表すシンボルマークです。そしてこのニビルを表すシンボルマークは、まあ、様々な形で表現されています。まあ、下は円筒印象の中の文様かと思われますけども、その中にもやはり、ニビルを表すシンボルマークが描かれています。横切る星という意味だそうですね。まあ、太陽系を横切る星という意味だそうです。左は輝くニビルを表したものです。で、中央はですね、スサで見つかった陶器の中に描かれていた十字文様です。紀元前3200年の地層から見つかったので、年代がわかりました。これがその十字文様です。そして同じものがですね、エチオピアのラリベラの、まあ、屋根の上に描かれています。で、現在、右のラリベラの教会は、カトリック教会となっていて、そしてその、この十字形はですね、キリスト教の十字架をもじって作ったものだというふうに言われていますけども、同じ文様がすでにそれから3400年前後前にもうすでにこの地球上にあったということになります。中央が紀元前3000年に200年頃の地層から見つかったニビルの文様です。そして右がラリベラの教会の屋根の上に描かれている文様です。そして大変興味深いことにシパールとそれからフェルニク板をつないだほぼその進直線下にラリベラの教会があるということです。エラーは320キロです。これがその文様ですね。で、これは、まあ、シパールの方向を示す方向指示であったと、まあ、シッチンは説いています。このように、まあ、本の中で書いています。シパールの方に向けて矢印の役割を果たすと。まあ、そういった文様であるということですね。以上、説明してきました事実を南アフリカのフェルヌクパンの上で組み立ててみます。この矢印のところを注意深くご覧ください。ここにあるのがグレートトライアングルです。このグレートトライアングルの向かって左側のライン滑走路は正確にシパールの方向を示しています。そしてもう一本、長大な滑走路がここにあります。このライン滑走路は正確にマチュピッチュの方向を示しています。つまり、二つの滑走路がここで重なるということですね。つまり、シパールとマチュピッチュはですね、このフェルヌクパンを介して深い関係があるということになります。繰り返します。グレートトライアングルの左の辺はシパールを示している。そして、それを横切る長大な滑走路はマチュピッチュの方向を示しているということです。こうしてシパールとマチュピッチュがつながりました。つまり、マチュピッチュから連れてこられた奴隷たちはですね、ここでエイリアンたちの奴隷として働いたということになります。その奴隷を指導したのが、言うまでもなくシパールからやってきた延期たちということになります。つまりこのフェルヌクパンの2つの長大な滑走路がその証拠ということになります。つまり、マチュピッチュはですね、つまりは奴隷の、まあ、キャンプであったということになります。フェルヌクパンのこの長大なライン滑走路がその証拠ということになります。というふうに考えますと、辻褄がしっかりと合うということになるのではないでしょうか。今日はマチュピッチュ奴隷キャンプ説を別の角度から考えてみました。最後にもう一度マチュピッチュをご覧になってください。これは本当に住居作りなのでしょうか。私にはどう見ても収容所作りにしか見えないのです。いかがでしょうか。Bye for now.で、結論ということになります。カワキ遺跡です。このカワキ遺跡の構造とマチュピッチュの構造は大変よく似ています。直線的であるというよりもですね、長方形が乱雑に、まあ、並べられて作られているという感じがしますね。つまり、歪んでいるということですね。その歪み方までよく似ている点にも注意してください。そして、部分的に見ていきますと、部屋だけがザラザラザラっと並んでいる感じがします。つまり共に生活するための居住空間ではなかったということになります。そして右のマチュピッチュがですね、奴隷収容所であるとするならば、まあ私、林博士はそのように判断してますけども、左のカワキも奴隷収容所と判断して何らおかしくないということになるのではないでしょうか。まあ、こうした細かいところを見ていくとですね、いわゆるまあ、コンセプトが同じであるということです。で、カワキは奴隷収容所であると判断しました。現在、カワキの方はですね、上の構造物の部分は残っていないということになります。下がマチュピッチュです。乱雑に長方形が並んでいるという印象を受けます。そして、フェルンクパンでこの両者がつながりました。この左上の黄色いラインはマチュピッチュ、それからクスコを通り抜けて引いてきた線です。この黄色い線上にインカ遺跡のほとんどの遺跡が集まっています。マチュピッチュ、オランティタンポ、そしてクスコです。このマチュピッチュのラインは、このフェルンクパンの上のライン、まあ、全体がそうですけどもね、と重なります。つまりこの全体は、マチュピッチュ、クスコの方を示しているということになります。ナスカの辺線の書き方とはやや違いますね。また、このような線をですね、農夫がトラクターで引くことはできません。まあ、その説明もしました。ともかくこの黄色い線はマチュピッチュから引いてきたラインです。そして、やや視点を上に上げてみます。そうしますと、左側に先ほどのグレートトライアングルと、そして、そのラインが見えてきます。注意深くご覧ください。カワキのラインがその下ですね。この黄色い線がマチュピッチュから引いてきたラインです。そしてその下のブルーのラインがカワキ、ナスカのカワキから引いてきたラインです。先ほど紹介したラインです。こうして、フェルンクパンを通して、マチュピッチュとカワキがつながりました。まさしく、フェルンクパンは、奴隷を集める場所であったということになります。そして、この南アフリカを、この辺りを中心として、鉱物資源をエイリアンたちは手に入れていたということになります。以上、カワキ、奴隷、キャンプ説でした。バイ。